とうとう残り6日、僕たちは100日後に日本一周する。ふふ、今日はこの窓枠をめっちゃおしゃれにするから最後まで見てね。今回も友達に協力してもらいました。今日も余った端材を再利用、そしてなんとここで布に端材を投入、そして大事なのはこのステップ、レザーに服をつけていく、そしてさっきの端材につける、そして最後窓枠にビスで留めたら超おしゃれなロールカーテンの完成。どうしてもこの可愛い窓枠にカーテンレールをつけたくなかったからロールカーテンにしました。普通のカーテンより作り方もすごい簡単だから、ぜひ保存してやってみてね。